マーサス・チュワートマーサス・チュワートはアメリカ合衆国ニュージャージー州出身の実業家。料理、園芸、手芸、室内装飾など生活全般を提案するライフコーディネーター・クリエイターで関連する本も多く出版している。彼女が経営する会社は生活提案の TV レギュラー番組マーサス・チュワート・リビングを持ち同名の雑誌を出版しオリジナルブランドの商品を販売している。 日本ではカリスマ主婦として知られているが、離婚歴があり、現在独身である。単にテレビによく出る有名人でなく実業家として評価されている。彼女はポーランド移民の両親のもとに生まれた。大学時代からアルバイトでモデルをしており、卒業後もモデルや CM 出演をしていたが、1965年に出産のため引退した。その後、 1973年まで株式のブローカーをしていたが、証券不況により、コネチカット州の田舎に移り住んだ。そこで料理のケータリングサービスを行いながら、料理、園芸、室内装飾に関するコラムを雑誌に寄稿していた。1982年に出版した、マーサス・チュワート・エンターティニングは、ベストセラーとなった。1987年に、 大手スーパーの K マートと契約し、食器、インテリア小物、寝具、衣料品など幅広い商品のプロデュース、宣伝に関わり、自身の名前も商標登録した。1991年から自分のライフスタイル提案し、マーサス・チュワート・リビングを発刊、ライフスタイル業界の大建物になっていく。彼女の会社のライフスタイル提案番組、マーサス・チュワート・リビングは、 デイタイムエミー賞を受賞し、オリジナルブランド製品を K マートなどを通して広く販売した。ニューヨーク証券取引所の役員にも選ばれる。夫とは結婚23年後に離婚。離婚後も彼女は夫の姓を名乗っている。全部との間に娘一人。2002年にインサイダー取引の容疑で捜査を受け、2003年6月に起訴され、 2004年3月5日に、売信員評決で有罪となった。TB レギュラー番組は中止になり、彼女は自分の会社の役員を辞任したが、同社の株は暴落した。7月16日の判決では、5ヶ月の金庫と5ヶ月の自宅軟禁、3万ドルの罰金が科せられた。10月から2005年3月まで服役し、自宅に戻った後、仕事を再開した。 2005年9月から TV の仕事に復帰し、ドナルド・トランプの人気リアリティ番組、アプレンティスの姉妹番組の司会者にもなる。しかし、視聴率は期待したより低く、1シーズン限りの放送となった。ありがとうございます。